おい、所長代理さんよ。小腹が空いたら注文できる軽食のメニューくらい置いてねえのか。出た、レオナキングスカーラー。残念だけど、そこになければないですね。ったく、検査中に何でも好きなもの食べていいわけないだろ、ジョーコ。これだから…どうしよう…やれやれ、飛んだことになりましたね。ああ、まったくだな。連れて行かれた3人、一体何をされているんでしょうね。虫か、別に構わないが。あのかいわれ大根、喋りすぎだ。え？かいわれ？ああ、イデア先輩のことですか。悪い、カリム。レオナさん、魔法薬学のレポートの提出期限、今日までっすよ。今回は絶対に提出させろってクルーエル先生に。うわっ！レオナさん、何すんすか。すげえな、よくできてる。俺の頭の中に干渉して記憶の中からこのラギーの映像を作り出してんのだ。え？一体何を言って。油断したところを後ろからドカンとやろってんだ。そうはいくかよ。ああ、なるほど。やはりそういうことですか。これがブロッド蓄積量を測るための検査だと考えた。この後、俺たちが動揺しそうな言葉を投げかけ、精神に揺さぶりをかける、という計画だったのでは。確かによくできてます。青い空、暖かな日差し。今日は絶好の飛行日和だね。そうですね。なんだか元気がないね、エベル君。長距離の移動で疲れてしまったかな。それもありますけど、いろいろすごすぎて。え？ルークさん家の別荘が全部、とにかくすごすぎて。なんだ、そんなことか。気に入ったなら、いつでも遊びに来てくれて構わないよ。あんなうだでえ別荘、気軽に遊びに行くのはとても無理かな。監督生さんもそう思ったよね。今度はビルや元 NRC トライブのみんなも呼んで、パジャマパーティーでも開催しよう。たまに兄弟が使っていることもあるけれど、事前に連絡をしておけば、いつでも使わせてくれるはずさ。ルークさんって兄弟がいるんですね。何人兄弟ですか？上に2人、下に3人の6人兄弟だよ。6。6人？多いですね。これだけ人数が多いと、顔を合わせるのは年に一度くらいだけどね。予定を合わせるのが難しくて。でも全員揃うととっても賑やかだよ。おかしいな、ルークさんのことを知れば知るほどより謎が深まっていく。あ、エベル君、監督生君、もう少しでICU でカローンにつけた印が消えたポイントに到達するよ。あ、そこに嘆きの島が。ああ、加工してみよう。あれ？
島どころか浅瀬も見当たらねえ。ルークさん、本当にここで会ってるんですか？間違いない、ここにビルたちがいるはず。さて、残り半日、次の検査項目は。所長代理。はい、こちらイデアシュラウド。どうした？当施設が何者かに攻撃を受けています。は？どういうこと？インビジブルシールドは？シールドは正常に動作してるよ。外敵からの侵入は不可能なはず。現在カローンヘプタ班が出撃準備完了。先行して偵察ドローンが海上に出ております。了解。全ドローンの外部モニタリングシステムに接続。映像をモニターに出力します。ボンジュール、嘆きの島の皆さん、私は美を求め美を助く人呼んでルシャソードアムール、ルークハント。貴殿らが連れ去った我が盟友ビルシェーンハイトの気球存亡の時上、今ここに馳せ参じた。ドエー、ルークシ、なんでここに、っていうかどうやってここに。ヘプタ班、戦闘配置に到着。襲撃者排除します。タイム、排除したいけど排除しちゃダメ。とりあえず確保。襲撃者を目視で捕捉、捕獲行動を開始する。あ、ビルさんたちをさらった黒い鎧の奴らが出てきました。ってことはルークさんの見立ては正解だったってことだよね。ルークさんのユニーク魔法うだで。いいかい、エベル君、監督生君、ある程度戦ったらすぐに降参するんだ。私たちの目的は彼らに勝利することではない。捕虜になって嘆きの島に入ることですね。ウィー、あの空飛ぶアーマーの前ではこちらが圧倒的に不利。まずは足場を作るよ。愛と美のための戦いが今幕を開ける。